今回はカリフォルニア州アーバインにあるアマゾングロッサリーストアに行ってきました。こちらなんとレジ精算がありません。中はどうなっているのか早速覗いてみましょう。面白いこのカートめっちゃ説明してくれたけど私よくわからない。じゃあちょっとやってみましょうか、適当に、ありますよね、ちょっと待って、チュートリアルだよ、ね、はい、スキャンしました、終了。おお、はい、やめますおお、すごい。今返品があるのでそれを探してからちょっとおやつを買います。カウンターがあります。いってらっしゃい。バナナ入れました。おお、素晴らしい。ゴルフズっぽいね。ちっちゃい。おお、アマゾンフレッシュ。なんかスタッフの人の方が多いね。合計金額が見れます。デリ。あ、でも1ドルね。そうだから。1ドル。安い。でもシール貼ってあって何かは見えないじゃん。それはちょっとね、ラップ、サラダ、サンドイッチ、フルーツです。勝手にピザ買ってる。何の相談もなく。今から出ます。どうでした？面白かった。本当どうでした？面白かった。ゲット。選ばれてほしい。2回目です。前回の感想どう？カートが重すぎる。長さん解説お願いします。はい、まずアマゾンのアカウントアプリが絶対必須です。でその中にね隠れたねボタンがありまして、フレッシュストアっていうのがあるんですね、そこでこのねあのカートに、これから使うスマートカートにこの QR コードをね読み込ませると顧客としてこのあのリンクするんで、まあ、ここにもクレジットカードがねすでに登録されてるから、それでカートが使える。はいはい、そうそう、だから誰とも一切触れずにチェックアウト、つまりお支払いもクレジットカードでやっちゃうから、便利便利。紙袋がセットされています。先のバーコードをここで読み込ませて、でそこにホルダーにかけておきます。私はしっかり見れてなかったからちょっと興味があって見たいと思います。お菓子みたい。でもね、日本のコンビニは優秀だからこんなに高くないしよとか言っちゃって。あ、でもこの辺のやっぱりドーナツは安いね。普通の値段からね。そう、前回はピザがねしっかり見れなかった。ピザは6種類ぐらいありました。あれ、前回あったものが全く今日は置かれていません。これ本来さ自分で盛るのかな。今はちょっと衛生上やってないかもしれないね。この365日っていう意味かな、ホールフーズのブランドが入ってます。そうそう、ね、富士を買います。どれがいいですか？お任せします。こちらのちょっと傷がいいかな。何も反応しない。おう、
ナッツのコーナーに来ました。おう、日本ではあまり見ないのもありますね。ひまわりの種とか、ね、種ハーゲンダッツが安いです。デリが並び始めました。見てみましょう。これは何だろう。バッファローウィングス、お肉。これはローステッド。あ、違うわ。あんまり高くないです。うん、揚げ物みたいなのと、うん、エッグロール。まあまあ骨落ちねこれね。オレンジチキン。じゃあオレンジチキンに挑戦。あ、値段バラバラです。そう、重さだから、ね、うん、今日セールみたいな。あ、そうなんだ、うん、でこの辺もフライドライスがあります。うん、okay. お、これの方が美味しそうだけど、私が今歯がないから食べづらい。デザートは気になるけど、買いはしないけど。チーズケーキでっかいね。このベーグルもアマゾンのブランドですね。ちょっと長さんがこの89セットのバゲットが気になったんだけど。パンです。お、ドーナツ。私たちの好きなガリガリドーナツ6ドルです。これも、あ、でもこっちがアマゾンか。私の好きなマフィンです。マフィンはこれアマゾンブランドですね。あ、ちっちゃいマフィンがあります。じゃじゃーん。まあでもなるべく私作るようにしてます。あれ、もうないの。もうない。みんなお腹空いて買ってっちゃったの。マフィン、クロワッサン、お値打ちですねここは。ね、てかこれすごい安いじゃん。ねえ、まあ、本当だ。インクだね。違う。プレッツェルの。プレッツェルって書いてある。でも下の値段全然違う。あ、じゃあ場所が違うのかな。場所が違うね。もう帰りたいと思います。はい、終わりました。今からちょっとね、おやつタイムです。さっき買ったやつ、これをおやつとかっていうみんな思いそうだけどね。オレンジチキンっていう食べ物。食べ物、いや食べ物なのは分かるけど。甘い唐揚げ。甘い唐揚げ、そうそう、あんかけ、うん、オレンジあんかけ唐揚げです。お疲れ様。いや、Amazon のあの店舗さ、うん、あのネットオーダーした人のピックアップ のスタッフがめっちゃ多くて、ちょっとカートが邪魔くさい。そう、なんかもう疲れる。通路がね、他のなんだろう、お店よりも狭い感じがするよね。うん、どうですか？甘っ。やっぱ甘い？ん？なんだけど、うん、だんだん辛いのが後で来る。本当？じゃあ私もいただきます。ね、今ね、歯が大変なことになって。入ってるよ。立ってるので食べづらいんですよね。で今ちょっと。これ一口で食べる自信がないのでございます。落としちゃいそうだもん。もう取れないと思うか、周りは不器用と思うか、さあどっちだろうね。本当に一口いった、よういったね。死にそうな顔してる。大丈夫ですか、あなた。歯ごくが痛い。なんで一口いっちゃった、あなた。安いと思ったから味期待してなかったけど、一応食事としては成立するでしょ。うん、あの、何？パンダとか、うん、あるところよりハードルが低いよね。うん、うん、スーパーの普通のお惣菜よりは多分美味しいような気がする。ああ、そうね。チキンそんな臭みもなかったし、うん、柔らかかったし、ちょっと味がね、特殊なんか他とは違うなって。あ、そうなんだ。私はこれはこれで。うん、うん、甘めですね。うん、はい。